うございました。お疲れ様でした。あっちを見れば好きなタレントさん、こっちを見ればずーっと CD 買ってるアーティスト。改めてすごい世界だな。おお、プロデューサーお疲れ様。いやー、夢みたいだなーって。そうそう、みんなまだまだいけるよねー。次はこの曲。それがお仕事ですから。最高。めちゃめちゃ可愛かったし、歌もダンスも上手すぎでしょ。あれはもう表現力の根拠じゃん。学ぶべき点多すぎ、得るものしかない。うちも早くライブやりた。わーお。すごいな。当たり前になってるじゃん。こわー。夢を夢じゃなくした人には責任取ってもらわなきゃだよね。もしもし。問題ないよ。どうしたの？